カルマル県とは、スウェーデンの県の一つで、略号は H。県庁所在地は、カルマル市。県の面積は11,219平方キロメートルで、2005年現在の人口は234,496人。カルマルは中世以来の歴史があり、1397年に、スカンディナビア三国の間で結ばれた、カルマル同盟の締結地としても有名である。 また、カルマル海峡を挟んで対岸のバルト海上には、スウェーデン第二の島エーランド島が位置する。産業的な特徴としては、農業、林業、製造業の従事者が、全国平均よりも高い点が挙げられる。トラック製造業のスカニア、乳製品のアルラ食品、ビール醸造業の大風呂が県内に拠点を置いている。オスカシュハム市からは、 デスティナティナションゴットランドがスウェーデン最大の島ゴットランド島へのフェリーを運行している。また同市には原子力発電所がある。カルマル県には12の市がある。ありがとうございます。